里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さて、はい、今回はですね、はい、佐藤さんはもともとロッテ、はい、ロッテ一筋ですから、はいはいはい、歴代ロッテのベスト9をちょっと考えていただこうかなと思いまして。ほうほう、独断と偏見で、はい、ファンの人に言いたいのは、選んでるから好きとか、あいつのこと嫌いだから選んでないとか、もうそういう見方ばっかりやめてほしいんですよ。そうですね、はい、別にもう何回も言いますけど、あの好きでも嫌いでもないフラットなんですよね。そうですそうですそうです、選手として見てるんですよね。別に好きとか嫌いとかで選んでないっていう、はい、そんなちっちゃい男じゃないっていうところをね、はい、それで見てほしいです。ロッテとかオリオンズでくくっちゃうと、別当さんとか張本さんとか、はい、残した成績だけ見て、うん、あすごいから入れていってるみたいな感じになると、うんうんうん、選ぶ人も失礼だし、選ばない人にも失礼になるじゃないですか、だからもうちょっとここはくくりをしっかりしてやりたいですけど、はい、オリオンズじゃなくて千葉ロッテマリーンズ、千葉ロッテマリーンズって名前になってから、なってからだから1992年に移転したんで、そこからこの2019年の今年までで生え抜きのみ、ドラフトでロッテに指名された人のみの中からで選びます。まずピッチャーからいきましょうか。ピッチャーはね、うん、小宮山さんですね。おー、やっぱり条件なしだと村津長治さんがね、はい、もう絶対入ってくるんですけど、あのロッテが勝てない中、はい、いろんなタイトルもしっかり取って、うん、あの頑張った姿勢はすごいっていう、はい、すごい、あと小宮山さん本人言ってたんですけど、はい、もう変えてくれないらしいですそうなんですか。もうかほぼ関東関東みたいな、変えたら負けちゃうから、うん、もう全然変えてくれないらしいんですよ。で負けてても関東もあるし、そのずっと必死で投げなきゃいけない苦労の話も聞いた中で、はい、タイトルホルダーで結果も残してるんで、はい、これはもう小宮山さんやろっていう、もうすごいなっていうのも尊敬の意味で、背景と環境からしてもすごいです、はい、すごいピッチャーはじゃあ小宮山さんで、はい、はい、じゃあ次キャッチャーいっちゃいますか。そうですね、まあ、僕ですね、はい、とんだく抜きでね、僕ですね。はいはい、多分ね見てる方もね、お里だって言ってますよ絶対。いやね、わ、うん、かんないです、僕のこと嫌いな人が、はい、異論あるかもわかんないですけど、はい、異論受け付けますけど、それ通らないですね受け付けませんっていうのかと思った。いや受け付けますけど、はい、納得する、あ、声が聞こえないです。あ、なるほど。それじゃあちょっと僕には勝てないですねっていう。受け付けるけど届かないですね。はい、うん、そう、ちょっと、当たってないですもんね。はい、わかりました。はいはい、次、ファースト。ファーストはやっぱり、はい、福浦さんですね。あー、まあまあそうですよね。やっぱり6年連続3割と、首位打者も取りながら、うん、しかも福浦さんのすごいところは、はい、毎年のように刺客がめっちゃ来るんですよ。外国人のボーリックだったりとか、イースンヨプ、フランコとか、はい、あのファーストの外国人もめちゃくちゃ来た中で、はい、その刺客を全員叩き潰して、はい、ファーストに君臨し続けた。うわ、打つ方もすごいんですけど、何気に守備がすごいんですよ。ショートバウンドでもワンパンとかもすっごいうまいんですよ。だから今江とか西岡、はい、ファーストが福浦さんじゃない時、早球イップスになるんちゃうかっていうぐらい、あの早球なんでしたね。とりあえず届くとこ投げとけば全部取ってくれるなっていうのを投げとけば、うん、福浦さん全部取るんで、じゃあ安定剤安心剤みたいな、いやめちゃくちゃ、ね、ファーストに福浦さんいるおかげで、ロッテの守備陣の守備力が上がったって言っても過言じゃないぐらい、攻守にわたって完璧です。走塁はね、そんなあれなんですけどそうなんですね。走塁はね、2005年のプレーオフ僕が決勝タイムリー打った時、うん、人生で一番速く走ったって言ってましたそうなんです見た目スラップしてて足すごい速そうですけどね。そんなね、はい、僕が言うことじゃないですけど、そんな速くないです。あ、そうなんですか。はい、セカンドはね、生え抜きで考えると堀さんですね。おー、堀さん、やっぱり堀さんもうちょっと2000本行きかけたし、あのボビーバレンタインがアメリカに堀さん連れて帰りたいって言ったぐらいですから。でしかもね、本人曰く、はい、あの高木守光さんの次にバックトスうまいらしいです。あ、そうなんです。これがうまいんですか。はい、本に言ってました。ちなみにプチ情報、釣りの腕も優秀なんですけど、はい、一軍のコーチにいる時は、はい、やっぱりなかなか勝てなくて苦労して、はい、あの釣りに行ってたら何言われるか分かんないから、行っても問題ないように行けなかったっていう心情があるコーチの辛さがありますめっちゃプチ情報ありがとうございます、はい、ちょっとずつプチ情報入れていきますね、はい、お願いしますサード行きましょうか。サードはやっぱり、はい、柴さんですかね。柴さんか、やっぱりまあタイトルも取ってますし、長年ロッテのね4番を張ってきましたから、はい、まあ、初柴さんか今江とかね、はい、なっちゃうんですけど、うん、まあやっぱりタイトルホルダーにね、はい、勝るものはないっていうところ でしかもね、初柴さんのこの人本当持ってるなと思ったのは、はい、プレーオフで、はい、第5戦、はい、僕が逆転のタイムリー打って、タイムリーに打つ前に代打に行ったのが初柴さんで、はい、もう超へっぽいサードゴロだったんですよあ、ちょっと言い過ぎました。そん
っぽかったんですか。だったんですよ、はい、ちょっとあのアウトコースのツーシームかシュート泳がされて、そしたら、はい、サードのバティスタと、うん、あの川崎選手がぶつかってめっちゃ持ってるでサードさんが内野安打になって、福浦さんが続いて一塁、はい、になって、はい、サブローアウトの後僕がタイムリーで逆転したんですけど、で9回ですよ、9回、うん、普通ね、はい、橋場さんは代打だったからもうその時、はい、胴上げの時にやっぱりベンチから行くのと、はい、守ってていくのってやっぱ違うと思うんですよ、うんうんうん、はい、橋場さんはクブクリンベンチからの役割だったのに、はい、奇跡的に全員選手使って守る人がいないから、はい、橋場さんサードの今井セカンドっていう、はい、今井なんてセカンド守ったことあるのかなっていうぐらいの最後の9回で橋場さんサード守ってたんですよ、はい、これは僕ロッテその時31年ぶりの優勝だったんですけど、うんうん、いや持ってんなと思いましたこの人やっぱりでその時に、まあ、本当堀さんには申し訳ないんですけど、はい、堀さんは本当はセカンドでずっと出てるはずだったのに怪我してプレー中に腰かなんか痛めて、はい、ベンチからこうやって肩かけ担がれて足引きずりながら胴上げ行ったんですけど、やっぱハッサー持ってんだと思いましたね。わあ、守ってた、守ってすぐ行けたんですね、はいはい、それってなかなか違うじゃないですか、うん、その守ってた姿を見て、うん、僕はキャッチャーボックスから、はい、この人やっぱり持ってんだと思ってそれも大事ですよね、ずっと守ってるっていうのもね、はいはい、じゃあショートいきましょう。ショートはやっぱり西岡っすね、はい、まあ、うん、あの攻守で考えると、はい、守備だと小坂さんがもう圧倒的にうまいんですよ、うんうん、僕これ守備だけで言うと、うん、僕が見たプロ野球選手の中でショート、はい、もう1位には争うぐらいうまいです小坂さんは。おもう センター抜けたなって思うのは忍者のように出てきて取るんで、はい、でもやっぱ打つのも考えると、うん、まあ剛がやっぱり一番かなっていうね、200本安打も打ちましたし、はい、攻守にわたるね、はい、あのあとはいろんなあのトリッキーな動きもしますし、うん、なんかサインも出てないのにね、まあボビーの時はサイン出てなくてみんないろんな作戦勝手にやってましたけど、はい、日本シリーズセーフティーやったりとか、まあ、ものの見事ことに成功していったそういうトリッキーさもあるし、うん、プチ情報で見ると、はい、なんかこうちょっとこんな感じの雰囲気するじゃないですか、はい、一番最初、まだ1軍に上がってきた時はもう僕はボリバリのレギュラーだって、はい、で剛が入ってきてまだ1、2年目かなんかで1軍に来て、はい、あのなんかイベント行くときにさっさんこれ手順的にきつくないですかちょっと言ってくださいよって言って、うん、自分で全然発言できなくて、うん、じゃあ俺が言ってきてやろうかって言って、うん、全部言ってやってたら、はい、日数経ったら飛び越えて勝手に言いに行ってた最初は可愛かったのにと思いながらでもね、そうなっても、うん、今も可愛らしいとこありますよ。あ、そうなんですか。やっぱその時の、うん、僕らからすると、その時の純粋なっていうか、その優しいとか可愛らしい強しも今もあります、はい、変わらず変わらず、ね、そういったところは見ててもほんわかしますけど今でも結構進行というか全くないですないか特等じゃああと外野は3人ありますか、はい、そうです。外野はねまずは筆頭で言うと、はい、まあ高澤さんですね。やっぱ首位打者ですから、はい、高澤さんやっぱ首位打者と、はい、川崎球場の近鉄の試合でもね打ってますし、はい、まあ途中トレードで広島行って帰ってきたりいろいろあれはありましたけど、はい、まあ高澤さんが高澤さん一番かなって、はい、分かりました。あと2人です。高澤さんプチ情報いらないですか。あ、お、欲しい欲しい。僕が入団した時はもう2軍のバッティングコーチだったんですよね、で鉄人って言われてて、朝の特打投げて、はい、練習中のバッティングも投げて、はい、練習後の特打も投げるっていう、はい、1日何百球投げてんねやっていう、もうね今甲子園でね、はい、甲子園で何百球投げたって言ってますけど、はい、高田さん1日で投げてますよでそれ終わったら、ウエイトしてるんですよ、ガンガン、はい、しかもストイックだから、はい、めちゃくちゃ重たいのをつけてやるんですけど、はい、一回選手がウエイト場に行こうとして入ってた時に、うっていううめき声が聞こえたらしいですよ幽霊的なと思ってビクビクしながら入ってたら、高田さんが思いのやりすぎて持ち上げられなくて首のところにここになって危ない危ないなってて一人でもがいてたらしくて、もう100キロとか普通にやってるんですよ、でそれを一人でもやるから、そんなの僕らから言ったらもう自殺行為なんですよ。もし危ない、しかも途中でね軽いうちにやめたいんですけど、さ限界まで行くから、はい、うわーガーンって助けてくれる人もいないしうわーってなってで合わせて行って助けてあげたっていう笑っちゃいけないけどプチ情報ありますもう2人行きましょう、はい、あとは、まあ、次はやっぱ西村さんですね。はい、西村さん、はあ、やばいな、はい、タイトルも取ってますし、まあ、セカンドの印象もありますけど、やっぱ外野を守ってて、はい、まあ、盗塁王とかね、うん、タイトルも取ってますし、はい、まあね、あのロッテとね、うん、で日本一になって今オリックスでも監督やられてますけど、はい、まあ、やっぱりタイトルホルダーっていうこともあってやっぱ西村さんかなっていうね。プチ情報はありますか。プチ情報はね、はい、
あの言っちゃいけないことがあります。え、それは言っちゃいけないけど言いたいのか本当に本当に言っちゃダメです。これはね、あの、はい、電波に乗らない時のイベントでね聞いてください。あ、多いですね、そういうの、はあ、そういう時言って、はあ、はい、そうそう言えますから、そういう時はそれでは言えるレベルなんですね。はい、それでは全然言えますけど、はい、じゃあトークショーとかでちょっと聞いてください、あの動画のあれなんでしたかって聞いてください。はい、はいはいはい、じゃあラスト一人、やっぱ角中っすね。おお、やっぱあのー高知ファイティングドッグスのね、はい、独立リーグから入って、はい、でやっぱ首位打者2回と、うん、まあ、あの変則打ち、うん、ね、まあ、あれはやっぱ素晴らしいと思いますよ、はい、まあ、サブローも入れなかったんですよ、ね、こう言っとかないと里崎サブローと仲悪いんかって言い出すんですよ。最初に言いましたけど、サブローも入れなかったんですけど、はい、やっぱ角中がやっぱタイトル取ってるっていう、角中選手のイメージって言ったらなんであそこまで足開くんだろうっていつも思うんですよ。あ、ノーステップね、はい、だからノーステップで打つとタイミングがうまく取れれば、はい、うん、三振しなくなるっていう、でもパワーを生み出せなくなる難しさもあるんですよね。へー、だからメジャーリーガーとかステップしないのは力があるからステップしなくても打てるんですけど、はいはい、日本人助走つけないとなかなかパワー発揮できないじゃないですか、はい、当てるだけでいいんだったらノーステップの方が多分当てやすいですよね。へー、そういうのがパワーを生み出しにくいですけど、まあ、それが両立できればすごいですけど、今年は若干ね低迷してますね。富士情報はね、ゴルフよく一緒に行くんですよ、角中、はい、と、うん、ですごいささ今回もすごい腕上げてきましたって言うんですけど、はい、うん、大体100叩くんですよ。バッティングフォームとゴルフのフォームが全く一緒で、はい、でそれはお前バッティングフォームと一緒に打ったらスライスするよっていう、はい、ドライバーめっちゃ短いですからね。へえ、そうなんですね。それでいいんですよ、短くしてっつって、えでも角さんって短くしたら飛ばなくないっつって、はい、でね、角中の得意なゴルフコースは、うん、はい、あの両サイド OB がないっていう、うん、だからすっごい振るんですよ、はい、すごい曲がるし、はい、で行って、はい、あの隣のホール行って気づいたら隣のホールから2打でグリーン乗ってます。これは、まあ、ベストナインですね。はい、あ、わかりました、はい、全員でこれはベストナイン決まりました。あれですよ、これこの話、はい、ベストナインがメインでプチ情報はサブスからね。いや今なんかプチ情報がメインみたいな感じになってた。